電気料金は電気エネルギーの料金のことである。電気料金とは電力に対して付けられている価格であり、国ごとに制度が異なっており、通常様々な価格帯から構成されている。同一地域で複数の電力会社が競合する仕組みを採用している国では価格競争が起き、電気料金が低くなる傾向がある。極東アジアの状況に関して言うと、 日本の電気料金は韓国の2から3倍にあたりかなり高い。その結果、日本国内の工場が海外に移転してしまうという結果を生んでいる。電気料金が高いと結果として製品価格まで高くなってしまい製品の競争力が下がる。電気料金が安い場所で生産した方が製造コストの観点から有利であるため、 電気料金が高い日本国内を避けて安い場所へ移転させようとすることになるのである。ヨーロッパにおける電気料金は EU 連合のユーロスタッドが集計、分析し、月ごとに公表している。データは2012年5月に公表された統計白書アーカイブボリューム4、農業、環境、エネルギー、輸送のように定期的に集計、分析されている。 2011年の欧州連合平均電気料金は、ユーロスタットの発表によると、以下の通りである。この価格はコストが発生するすべての料金、つまり、電力供給価格と、課徴金、付加金、税を含んでいる。つまり、顧客に帰属し、免除、返金されない料金であり、個人顧客にとっては、付加価値税を含むすべての課徴金、付加金、税を差し、 企業顧客にとっては、付加価値税のみを含む。というのも、これらの支出は、通常は、ボースツーラブザッグ控除の対象となり、返金される、ことがあるからである。さらに、e、EU 諸国では、支払う課徴金、付加金は、ドイツとは異なる。ユーロステットはユーロ圏の平均電気料金も、算出している。ユーロ圏の価格水準は、e、EU 平均と比べて、 若干高めである。2011年のユーロ圏の平均電気料金は以下の通りである。ユーロスタットによると家庭顧客である私的な消費者は年間500から5 0 0 0 k w ー a の電力使用量として記録されている。料金体系の変動幅と年間消費量の違いを組み込むために調査は5つの世帯区分を行っている。 EU の平均値は、指摘領域における国ごとの電力消費量を、手がかりに、統計的な重み関数によって算出されている。企業顧客である企業は、年間50万から200万 k w ー a の電力使用量で記録されている。調査は、e、EU 委員会の決議との関連で調整されている。様々な料金体系と消費量の変動幅は、 この領域では7つのグループに区分されている。EU 平均の予想値は、家庭顧客と同様に、産業部門でも、国ごとの消費の重み関数によって集計されている。家庭顧客の場合、2011年のユーロ圏では、ドイツとキプロス、ベルギーと極めて高いのに対して、ギリシア、エストニアが、極めて低く、その価格差はおよそ2倍である。付加金、課徴金、 税金の割合は、ユーロ圏の平均は32%であり、ドイツは約45%、マルタは約5%である。産業顧客の場合、2011年のユーロ圏では、キプロスとイタリアが極めて高いのに対して、フィンランドとエストニアは極めて低く、その価格差はおよそ2倍である。ドイツでは、産業顧客の電気料金は、 ユーロ圏加盟国の中では平均水準に止まっている。付加金、課徴金、税金の割合は平均二十パーセントであり、ドイツは三十パーセント、イタリアは二十八パーセント、アイルランドは二六パーセント、マルタは零パーセントである。二千十二年ドイツにおける電気料金の価格構成発電コスト、電線使用量、第十九条付加金、付加価値税、 営業ライセンス課長金、電気税、再エネ付加金ドイツの家庭用電気料金の平均は25.7カラット、キロワットアワーである。このうち54.4%が電気供給費用、21.6%が課長金と付加金であり、24%が税金である。ドイツの産業用電気料金は家庭よりも低く設定されている。 ドイツ連邦エネルギー、水道事業連盟によると、1 0 0ット4 0 0 0ットの電力を使用する、顧客の電気料金は、2011年時点では、平均13.58カラット、キロワットアワーである。電力購買量は大きくても、中電圧レベルに接続する場合には、電線費用は安くなり、付加価値税は、控除されて総裁されることもある。 ヨーロッパの電気料金については、ユーロスタッドが、加盟国からの申告と調査に基づいて算出している。それによると、ドイツの家庭用電気料金は、2011年には、平均25.4カラット、キロワットアワーであり、この数は、ドイツ連邦統計庁とブドゥのものとも一致している。また、ドイツの産業用電気料金は、2011年には、 付加価値税及び課徴金の負担なしで平均11.3カラット、キロワットアワーであると確認している。産業用顧客である企業は年間に50万から200万キロワットアワー、A の電力を使用しているとされている。発電費用電気事業としての電気料金は欧州エネルギー取引所やライプツヒの 電力取引所のような電力卸売市場で広範囲にわたって決まっている。発電費用には発電コストや EU 排出権取引のコストだけでなく発電事業者の利益も含まれている。発電価格は家庭用では平均8.9カラット、キロワットアワーである。電気の卸売市場での価格は取引メカニズムによって生じる。 限界費用の安いものから始まって、限界費用の高いものが需要を満たすまで、加えられていき、落札された最終的な価格が、電気料金となる。つまり、電気料金は、電力需要を満たした時に最も高かった、発電所によって決まる。安い発電所は、実費と市場価格の際で儲けを出すだけでなく、高い発電所を締め出すことで消費者にも利益になる。 欧州エネルギー取引所では確かにドイツで短期間に取引された電力の位置4が売却されるだけである。しかしながらそこでの価格は市場外取引での価格を設定する際の参考としても用いられている。スポット市場では翌日の需要はコマごとにまとめてベース負荷時、ピーク負荷時1時間ごとの契約によって 負荷管理を行いながら取引されている。デリバティブ市場では、長期間の供給契約が行われている。送配電費用電力の送配電は、送電系統運用者と、地域ごとの配電事業者が行っており、それに必要な報酬は、国の市場規定で定められている。その法的根拠は、電力送配電報酬条例である。この法律は、 2005年以前の電気事業団体協定にとって変わったものである。その後、2007年11月7日には、インセンティブ調整条例が施行された。ドイツ連邦ネットワーク庁によると、家庭顧客の電線利用量は、2010年には合計6カラット、キロワットアワーとなり、電気料金の25%を占めた。この価格は、2006年以来、 20%以上も低下してきている。高い電圧を使用している法人顧客に対しては、電線利用料の割合はもっと安くなっている。課徴金、付加金国が義務付けた電力供給の課徴金と付加金には、ドイツでは今のところ4つの種類がある。これらの費用は家庭の場合、 電気料金の21.6%を占めている。これらの付加金、課徴金は2011年の D の発表によると営業ライセンス課徴金では21.3億ユーロ、再生可能エネルギー付加金では96億ユーロ、熱電平均付加金では1.3億ユーロとなっている。電力を多く使う企業は再生可能エネルギー付加金を完全に あるいはほとんど払っていない。この例外規定は極端であると連邦ネットワーク庁は非難している。それによると数百の企業が電力のおよそ18%を使っているが再生可能エネルギー付加金は全体のうちの0.3%しか払っておらず、この費用は消費者が負担させられている。税ドイツには電力供給税として以下のものがある。 それ以上に、例えば核燃料税のような第一次エネルギー資源の使用にも2011年から2016年に新しい核燃料が投入される場合には税が徴収される。一般家庭の平均的な電気料金は2012年10月時点で25.9カラット、キロワットアワーであった。 2011年の一般家庭の支出のうち、電気代は2.4%を占める。1998年から2011年の間でに電気料金は上昇しているが、ドイツ連邦エネルギー、水道事業連盟の発表によると、平均的な3人家庭の状況は以下の表の通りである。この表が想定しているのは、 平均的な家庭の年間電力消費量である 3500kWh である。それによると、平均的な家庭用電気料金は、1998年から2012年の、うちで、1kWh あたり17.1カラット25.9カラットと51.5%上昇しており、また、毎年3.7%ずつ上昇していることになる。この表には、 電気料金に組み込まれている発電費用、総配電費用、事業報酬、他の様々な税が示されている。発電費用、総配電費用、事業報酬は市場の自由化の結果として2000年前後には一旦低下しているが再び上昇している。コジェネ機器や再生可能エネルギーから発電した際のコスト超過は 熱電平均付課金と再エネ付課金が補っており、第19条付課金は、電線利用量免除によって生じた費用を補っている。この点で、これらの付課金の費用も、発電、送配電、事業報酬のコストに追加することもできるであろう。1998年以降に全くインフレが起こらなかったとしたら、2011年の電気料金は20.7カラット。 キロワットアワーとなっていたことになり、1998年から21%上昇していたことになる。ドイツにおける電気料金の推移に影響しているのは2005年7月13日のエネルギー事業法である。法改正で立法機関は連邦レベル、州レベルの双方で規制当局の設置を決定した。将来的には全ての電線利用量は 連邦ネットワーク超過州の規制当局の許可を受けなければならなくなる。さらに、電線網へのアクセスは無差別に規制され、エンドユーザーは発電業者を自由に選べる。このような市場競争を促進する措置によって、政治は電気料金の下落を約束している。連邦裁判所は2011年6月に、規制の一部は無効であると宣言し、その結果、 ネットオペレーターは2012年に電線使用量を上げることができるようになった。電気料金の仕組み過程と小規模事業者の料金体系は消費量に応じた電力料料金と消費量には関係ない基本料金から成り立っている。大口顧客の場合には会計機関の最大電力需要に応じた出力料金が加わる。この基本システムによって 電気供給事業者は電力需要と電力消費量に応じて様々な料金体系を提供することができる。基本供給電力供給事業者は誰もが電気の供給を受ける権利を持った料金表を提示しなければならない。この料金体系は過去にはいわゆる一般料金表と表示されており、料金体系には 連邦電気料金規則に従って2007年半ばまでは、州当局の認可が必要であり、電気供給事業者がそれを申請しなければならなかった。エネルギー事業法が改正されてからは、第39条に基づき、一般価格表として表示されるようになった。電気を注文すれば、一般価格表に基づいて、 自動的に供給契約が成立する。家庭契約家庭の電気供給契約は、通常、電力量料,料金と基本料金から構成されている。電気供給者の見解によると、この二つに分かれた料金システムは、いくつもの料金に分かれた事業者契約や特別契約よりも消費者にとって分かりやすい。重量料金だけの料金メニューも存在する。 電気事業者は、電気料金の、さらなるメニューを提供して、同時に、法的な要求と顧客のニーズにも反応にしている。支払い方法の多様性だけでなく、様々な電気の種類も選べるようになっている。再エネ促進のコストや、外部性で生じるコストという観点において、再生可能エネルギー代理店は、家庭世帯の電気料金の情報を提供している。 事業所料金事業所料金も通常は電力料料金と基本料金から価格が構成されておりその際基本料金は手数料と固定電力料金に分かれることがある手数料には計測機器パワーメーター請求書発行徴収料金が含まれ固定料金は準備料金を指す 特別契約事業所及び産業用の電力消費者に対しては個人的に調整された特別契約が締結されており大抵契約期間は1年以上である特別契約の電気料金は州当局ではなく電力市場の競合によって決まる価格構成は家庭や事業所と比べて大規模である最大消費電力は支払い規模によってさらに変わる さらに、年間10万キロワットアワー以上の電力消費者には、そこに、登録型電力測定が行われ、会計機関の高度な電力需要を含んでいる。事業所及び産業用顧客に対する特別契約の価格構成は、以下のものである。電気料金の推移、世帯、電力取引、市場、事業所、特別契約電気料金をめぐる議論では、 近年の急激な電気料金の上昇がほとんど中心的な地位を占めている。その原因は多くの場合、再エネ法による再生可能エネルギーの促進にあると見られている。再エネ付加金は今のところ電気料金の14.2%を占める。近年の料金上昇は発電、送配電コスト、企業の利益、それと同様に電気税や 売上税によって生じている。他方では、再生可能エネルギーは、電気取引市場における、いわゆるメリットオーダー効果によって、価格が減少するという結果も生じている。フラウンホーファンシステムイノベーション研究所の研究所の研究によると、再生エネルギーからの電力は、2010年には、取引市場価格でおよそ5カラット、キロワットアワーの価格抑制が生じた。 これは合計で28億ユーロの減額に相当する。電力を使う産業部門は再エネ付加金をほとんど払っていないが取引市場の価格が低下すると利益になるのでエネルギー転換によって経済的な利益を得ている。産業分野の電気料金は2011年には4年前と同じ水準にまで下落した。この議論では以下のような 様々な意見が見られる。家庭用の場合、総務省家計調査によると、2011年における、家庭の平均電気料金は月8188円で、あり、平均全消費支出は月247223円で、あることから、およそ月間前消費支出に占める、電気料金の割合は3.3%である、産業用の場合、 資源エネルギー庁によると2011年1月から3月の期間で特別高圧で10.52円キロワットアワー高圧で14.76円キロワットアワーという調査結果を発表している。発電費用国家戦略質コスト等検証委員会は2011年12月19日に発電コストに関する報告書を発表した。それによると 2010年の時点で、電源ごとの発電費用は、原子力8.9円、キロワットアワー、LNG 火力10.7から11.1円、キロワットアワー、石油火力36から37.6円、キロワットアワー、風力9.9から17.3円、キロワットアワー、地熱8.3から10.4円、キロワットアワー、太陽光30.1から45.8円、 キロワットアワーとなっている。送電費用10社の電力会社が2012年6月20日に送電網の利用条件や接続料金の変更届を経済産業大臣に提出した。それによると、関西電力の場合、高圧電力の場合の標準送電費用は2.63円、キロワットアワー。特別高圧の場合、1.23円、キロワットアワーであり、 これに加えて、顧客企業に供給する電力が足りなくなった場合の、不可変動対応電力料金が、10.27円42.22円、キロワットアワーの範囲で加わる。再エネ付加金2012年7月1日から、再エネ特措法に基づき、再生可能エネルギーの固定価格買取制度が、開始された。基本料金。 電力量料,料金とは別に再生可能エネルギー促進付加金が新たに付け加わる。再生エネ付課金として2012年7月から2013年3月は全国平均で約0.3円キロワットアワーが新たに課金される。その後上昇を続け2016年5月からは2.25円キロワットアワー 2017年5月からは2.64円、キロワットアワーとなる。税金電気料金の中には、消費税と、原発の維持促進に使われる、電源開発促進税が含まれている。これらの税金は明細書には直接記載されていない。家庭契約日本の電力会社10社では、家庭用電気料金メニューは、以下の通りに構成されている、家庭用電気料金には、 以下のものが含まれる。事業者、産業部門の契約基本料金の算定根拠となる契約電力契約電力は特に個別の契約を結んでいる場合以外は多くの電力会社が実量制をとっている。例えば7 5ットで契約していた法人がある年の7月に初めて契約電力を超えて8 0ット、8月に9 0ット。 節電対策の結果9月に 74kW、10月以降は 74kW を超えなかった場合、8月の契約は 80kW、9月の契約は 90kW となり、翌年の10月に 74kW に下がる。一度でも契約した値を超えると、翌月からはその最大値に契約電力が更新され、基本料金が高くなったまま1年間下がることはない。 最大需要電力は30分単位の平均使用電力のうち月間で最も大きい値を用いる。電気料金値上げの際に電力に直接関わる費用以外の金額が含まれるなどして問題となるケースがある。例えば関西電力は2012年に電気料金値上げを申請したがその際電力料金に社宅や 寮の空き部屋等の維持費を電気料金算定の原価に含める洋経済産業省に対し求めていたことが2013年6月に判明。同省は入居率が9割未満の物件についてはコストを減額した上で原価に計上することとしたが、同社が原価に含めようとした物件の中には廃止され塩漬け状態となっている社宅跡も含まれていた。 同社においては、役員報酬が電力料金に含まれていたことも明らかとなっており、料金値上げの前に土地を売却すべきだとの批判の声が多く聞かれる。ありがとうございます。